ただいまから令和2年度羽村市自治功労者等表彰式典を開式いたします。さて、本市では今年は自治功労賞1人、自治表彰13人、一般表彰5人、合わせて19人の方が表彰されました。表彰状、鈴木雅文様、あなたは長年にわたり交通安全推進委員並びに交通安全推進委員会副会長として職務に精励し、地域の交通安全に尽くされました。その功績は誠に顕著であります。おめでとうございます。どうもありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。表彰状、小作広之様、あなたは多年にわたり農業委員会委員並びに個人情報保護審議会委員として地域社会の発展に寄与されました。その功労は誠に多大であります。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうぞ。表彰状、山本和代様、あなたは多年にわたり社会福祉委員並びに交通安全推進委員会委員等として地域社会の発展に寄与されました。その功労は誠に多大であります。どうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもどうぞ。表彰状、市岡恵子様、あなたは多年にわたり社会福祉委員並びに交通安全推進委員会委員等として地域社会の発展に寄与されました。その功労は誠に多大であります。はい、どうもおめでとうございます。表彰状、山本博夫様、あなたは多年にわたり行政連絡委員並びにスポーツ推進委員として地域社会の発展に寄与されました。その功労は誠に多大であります。おめでとうございます。ありがとうございます。表彰状、対馬澄夫様、あなたは多年にわたり保健衛生医師並びに行為等として地域社会の発展に寄与されました。その功労は誠に多大であります。どうもありがとうございました。おめでとうございます。どうぞ。表彰状、武田悦夫様、あなたは多年にわたり公の施設指定管理者候補者選定委員会委員として地域社会の発展に寄与されました。その功労は誠に多大であります。おめでとうございます。表彰状、橋本紀美様、あなたは多年にわたり羽村市交通安全推進委員会委員として職務に精励し、地域の交通安全に寄与されました。その功労は誠に多大であります。おめでとうございます。表彰状、田村康成様、あなたは多年にわたり羽村市交通安全推進委員会委員として職務に精励し、地域の交通安全に寄与されました。その功労は誠に多大であります。おめでとうございます。どうもありがとうございます。どうぞ。表彰状、原島典夫様、あなたは多年にわたり地域の目守り活動等を通じ安全安心のために寄与されました。その功労は誠に多大であります。おめでとうございます。どうもありがとうございます表彰状、竹内邦康様、あなたは多年にわたり地域の見守り活動等を通じ安全安心のために寄与されました。その功労は誠に多大であります。おめでとうございます。どうもありがとうございます。どうぞ。表彰状、鈴木信夫様、あなたは多年にわたり地域の見守り活動等を通じ安全安心のために寄与されました。その功労は誠に多大であります。おめでとうございます。どうもありがとうございます。本日は、先生ありますが、受賞者を代表して一言お礼のご挨拶をしたいと思います。私たちはそれぞれの活動を長く続けてまいりました。長く続けるというのはそう簡単ではなく、自分の自由な時間や仕事の時間を削りながらやってきたとの思いがあります。忙しい中での時間作り、やめたいと思ったこともあったと思います。家族の理解と協力のもと、
それでも続けてこれたのは、少しでも人の役に立てたらとの思いであり、これが後押しをしてくれて長く続けてこれたと思っています。私たちは今後羽村市民として人の役に立ちたいという心を忘れずに、さまざまなところで活動しています。これからもご列席の方々のご指導ご鞭撻をどうぞよろしくお願いいたします。最後に皆様のご健勝とご多幸をお祈りしてお礼の挨拶としていただきます。本日は誠にありがとうございました。その他の受賞者はご覧の通りです。